はい、じゃあスイカどっちから切ったらいいんだろうっていうふうになるかもしれないんですけど、種が取り出しやすくするためにはですね、このしましまと十字になるように切っていきます。いいですか。はい、これ楕円形っていうのをね、こういうふうに切るのはね、あんまりないんですよ。普通まん丸いんでね。はい、じゃあこんな感じになってますね。そもそも種が少ない。はい、じゃあちょっとこの頭とお尻のところ切っていきます。はい、こんな感じになりますね。はい、よし、それを、まあ、真ん中からいきますね。これね、あのスイカロードレース大会はね、給水所にスイカがあるんですよ。でみんなそれを食べてね、投げていくって感じですね。はい、そもそも種が全然ないですね。このまま食っちゃってもね、多分地元の人はもうこのサイズぐらいで普通に食っちゃうんですが、一応言っておくと、ここに種があるじゃないですか。この種に沿って、切ると、こんな感じで切るとスイカがの種が側面に出てくるので、これを取っちゃえば食べやすくなるっていう感じですね。でもうちょっとちっちゃくしたいときは、これはここにスイカの種が見えるじゃないですか。このスイカの種を側面にするように、こうやって切ってあげると側面にスイカの種がこうあるので、これをこうやって取ってあげれば食べやすくなるよっていう感じになります。はい、これが、種が取りやすいスイカの切り方です。はい、どうも、大前ジェイコと親父です。今日はスイカの切り方、種が取り出しやすいスイカの切り方っていうのをやっていきます。で、使うのはですね、このスイカです。このスイカを使います。これはですね、大前ジェイコと親父の親父、大親父ですね。大親父から送ってもらったスイカなんですけども、姫枕ですね。で、このスイカは千葉県富里市、ね、私のふるさとですね、から送ってもらったものなんですけども、すごくね、スイカの有名なところで、スイカロードレース大会とかっていうマラソン大会もあったりとか、スイカのすごいでっかいスイカがあるんですよ。めちゃめちゃで、多分ね、世界一でかいスイカがあるんですよ。写真載っけときますね。これですね。めちゃめちゃでかいでしょ。まあこれ貯水タンクなんだけどね。はい、そのスイカの名産地のスイカです。はい、はい、じゃあ今日はね、実は3本撮りの3本目なんですよね。さっき契約したイラストレーターのゆきさんにカメラマンやってもらって、切っていきたいなと思います。はい、ゆきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速行ってみよう。はい、というわけでですね、綺麗に切れました。OIJ こと親父の親父、送ってくれてありがとう。美味しくいただきます。ゆきさんもあのカメラ契約の日にあのカメラマンまでありがとうございます。というわけでですね、今回の動画はこれで終わりたいなと思います。千葉県富里市のスイカ、皆さんよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、 TV コンティニュー、バイバーイ。